日立大宮市富岡茨城県道165号山形日立大宮線は茨城県日立大宮市内の一般県道である。1959年10月14日、新たな県道として中郡山形町大和山形を起点とし、中郡大宮町を終点とする区間を本路線とする県道山形大宮線として茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号165となり、平成の大合併により大宮町が消滅して、日立大宮市に解消されていたことから2005年には、県道山形日立大宮線に解消している。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。市街地を形成している区域内の道路で、 道路管理者が自動車の交通量が極めて少ないと認めて指定したものまたは一方、通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の複員のものにあっては、当該道路の路面の複員から1メートルを減じたものとする。以下同じ。から0.5メートルを減じたものを超えないものでなければならない。ありがとうございます。